こんにちは。心理カウンセラーの高森です。周りの目が気になり緊張してしまいますという相談を受けることがあります。こういった体験をなさる方は、例えば会社に入っていた時に、その職場にいる人全員が自分をじーっと様子を伺っているというような感覚になりがちです。でも自分自身で考えてみていただくと、先に職場に来ていて後から入ってくる人を一人一人ずっと息を凝らして、細かく表情、服装、体の姿勢とかチェックをしているかどうかですね。多分自分のことで忙しいので入ってきたことに気づかないことすらあるというふうに思います。ただそれが立場が逆になって、自分が入っていくとき全員がじーっと注目している、あたかもそれは有名な芸能人並みのような、そういった注目をされているというふうに感じる、これが相手の目が気になるという経験になっていると思います。でこれは実際は違うんだというところを少しずつ理解していけるといいかなと思います。もちろんこれだけで足りないという場合には、専門的にカウンセリングを受けて見直していくということも選択肢の一つになってきます。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、カウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。